内臓肉を焼く料理。ホルモン焼き店の店内一例、佐々木道夫、焼肉の文化史によれば、1920年代に、勢力を増強する料理のことを、ホルモン料理と呼ぶことが流行したという。佐々木は、当時のホルモン料理は、動物の内臓料理にとどまらず、卵、納豆、山芋も含まれていたことを、 ただ、鉄之助、俗食べ物日本史を引きながら指摘した。そしてまさに内臓料理としてのホルモン料理の書出として、魚谷常吉、長寿料理を挙げ、昭和になると料亭、山水楼や洋食や、北極船が内臓料理をホルモン料理として提供していたことを記している。その影響の中で、第二次世界大戦前において、大衆食堂などで出されたもつ焼きが、 ホルモン焼きと称されるようになったようだと、上原二郎、食通入門を根拠に推測している。これらのホルモンはまさに内分泌のホルモンのことである。このようにもともとは、日本系のモツ焼きを意味していたホルモン焼きは戦後、時期は不明だが在日朝鮮人系の内臓焼肉を、ホルモン料理というようになった。さらに、1970年代にはホルモンを、医学、 生物学用語由来ではなく、ダジャレとして、ホールモンから取られたという俗説がルフされた。上述の通り、ホルモン焼きのホルモンは、内分泌のホルモン由来であり、日本人にも一部の好き者が好奇を寄せる料理として、もしくは一部集落内にて消費される、内臓食文化があったことは確かであるが、1970年代、様々な文献において、 屠殺場で捨てるものを在日朝鮮人がもらって食べていたという主張が参見されるようになる。その中で、ホルモンの語源は、内臓は、食用の筋肉を取った後の捨てる部分なので、大阪弁で、捨てるものを意味する、ホールモンから取られたという俗説を唱える人々が、現れ、メディアなどを通して主張されるようになった。大阪風味食い倒れ大阪 .com の北極性の項目によると、ホールモンを使っているという意味でも、また、内臓料理にはホルモンが含まれているという意味でも、ホルモン料理という名が付けられ定着してきた、との説明がある。2006年3月15日放送のテレビ番組、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識のガセビアの沼コーナーでは、 ホールモンイコールホルモン説は全出焼肉の文化史を根拠にして、ホールモン説が誤りで本来は戦術の、ホルモン分泌を促進する、滋養料理であることにちなんでいるとし、また、倉敷作用大学教授、告げ春人は、高度経済成長期に、戦後の食糧難を振り返る際にホールモノである、内臓まで食べるくらいだったところから来ていると、噂されたが、 戦前からホルモンは食材であったと指摘。いずれもホールモン説を否定している。2011年1月発行の普及啓発資料、畜産副生物の知識において、特例社団法人日本食肉協議会は、ホルモンの語源について、下記のように説明をしている。北ホルモンは、北極性産業株式会社により1937年3月13日に、 商標が出願され、1940年9月16日に商標が取得されている。証拠は、ホルモン、北ホルモン、北、区分は、三0牛の臓器より抽出したホルモンを含有した味噌となっている。ホルモン焼きは、腸の他側、胃、肝臓、心臓、腎臓、子宮、肺などを用いる。かつては、焼肉専門店や屋台、 大阪の一部では、ホルモン屋などで供される料理であったが、味付けされたパック製品が販売されていることから、一般家庭において食されることもある。焼肉や串に刺して、焼き豚としても食べられている。また、鉄板を使用して焼いた料理は、鉄板焼きなどの鉄板焼き料理となる。焼く、以外の内臓肉料理も、ホルモンと関されることがある。 鍋料理については、持つ鍋を参照。この語源には、諸説あり、定かではない。これらに起因して、とんちゃんの名を冠したホルモン料理がある。ホルモン焼き焼肉用牛、レバー一般に、ホルモン焼きといえば、蝶の料理を意味することが多いが、専門店や内臓食に、縁の深い地域では、どの部位にするか聞かれることが多い。田中里市長。 健康法と癒しの社会史によると、昭和初期、ホルモンは、生命の元となる物質にして、若返りの飛躍であり、人間や、動物の内臓、血液に多く含まれていると考えられていたという。昭和11年には、東京、赤十字博物館で、ホルモンビタミン展覧会なる、展覧会が開かれ、東洋古来のホルモン思想と題された、掲示の中で、 手術の増物や血液、人血や精腺がかつて飛躍として沈調されていたことが紹介され、また増物を使ったホルモン料理の実演も行われた。コラーゲンが含まれていることから美容に良いと広く信じられているが、ホルモンなどの食品を常識以上に多量に摂取したとしてもコラーゲンの形で吸収され、美容上の効果があるということさえ実証されていない。また、 消化が悪く、カロリーも高い上に、痛風の原因となるプリン体を多く含むことから、健康にとって良くないともされる。日本全国で、ホルモンを焼いた料理が食べられている。地域によっては独自の調理を行うなど地域性がある。詳細は、各項目を参照。気仙沼ホルモン、厚木白頃ホルモン症状を、丸腸と呼び、 ホルモン焼きの材料とする店は各地にある。豚の体内には E 型肝炎ウイルスが存在することがあり、豚のホルモンについては十分に加熱調理する必要がある。ホルモン焼きの肉として豚が多く用いられる北海道ではしばしばホルモンから感染した肝炎の発症者が出ることがあり、2004年には死者1名、2006年には渋滞1名が記録されている。 ありがとうございます。